皆さんこんにちは、デーボーグです。今日はですね、もう長年もお世話になってプロゴルファーに横田慎一っていう水戸の後輩から紹介していただいて、もう自律神経ではもう日本ナンバーワンと、小林順天堂大学の小林先生来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう先生と結構長くお世話になってますね。もう10年以上ですかね。そうですね、はい。僕はまあ皆さん松井裕樹がストッパー列車のなんでって言われるんですけど、いやあれ小林先生ですっていう話をよくさせてもらって、はい、あの子は先発ダメって最初から言ったんですもんね、検査して。そうですね、まあどっちかっていうと自律神経ってね、皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ交感神経と副交感神経っていうね、車でいうとアクセルとブレーキなんですね、はい、でもほとんどね、日本人の8割方は交感神経優位なんですよ。ましてやこのストレス社会ですからね、はい、でも彼はね、逆に本当に副交感神経優位っていうか、はい、だから、どっちかっていうと、なんていうんですかね、ピンチになればなるほど強いっていうような感じで、ね、はい、いけるんじゃないかなと思ったんで、ね、どっちかっていうと先発より抑えの方がね、実力が出るかなっていうところがあって、ね、まあ、ちょっとそういう話をしたんですけどね、そうですね、はい、そしたらもう見事にはまりましたね、あれ。そうですね、まあだから案外やっぱり先発に向くこと、中継ぎに向くこと、はい、抑えに向くことってやっぱりいて、いろんな性格の見方ってあると思うんですけど ね、まあ、もちろん血液型とかね、はい、まあ、そういうのもあると思うんですけど、まあそういうのも一つ参考にするといいのかなと思いますよね。あれやっぱ血液型は最近なんか本屋さんとかで聞くと、あと出版社に聞くと、あんまりこうその科学的根拠がないから最近はなくしてた、なくす傾向にあるって言われたんですけど、ね、僕あると思ってるんですよ。逆にですね、はい、そういうのを読むと先入観でそうなってくるっていうのもありますよね。あ、なるほど。やっぱりね、あ、うん、じゃあ科学的には、ね、証明されてないんです ね。科学的には証明されてないですね。あ、僕ら B 型はなんか大体バカにされますもんね。僕も AB だからね、変わってるって言われますよ。やっぱそうっすよね、 AB はなんか A と B と AB があるって聞きますもんね、やっぱりね、 B 型と AB はなんか言われますよね。まあ巨人の亀井って一緒に1年間バッティングをやりましたけど、はいはいはい、あいつ突然黙りますからね。あ、そうですか、はい、で人の話聞かなくなるんですよ、あれ。あ、悪気なく、それは AB 型の人に結構ある傾向で、別のことを考えてるんですよ、その時にもう違うことを。だから黙ってんじゃなくて違うことを考えてて、全くもうだから世界が違う世界に行っちゃってるんですよね。そうなんですね。ありますよ、僕なんかも。あります、あります、あります。そうですよね、先生そういうとこありますよね。あります、あります。先生の話聞かせてもらって次の質問してる時にはもう違うか、違う、あれ聞いてねえな。そうそうそう、もう違うとこ行ってますから。じゃあ多少ありますね。あります、あります、そういう傾向は、ええ。先生どういう小学校っていうか、どういう子供だったんですか、小学生時代は。いやいや、うちね、両親がね、小学校の教員だったもんですから。あ、それどこ出身、どこなんですか。埼玉県のね、吉川ってとこなんですよ。もうそれこそ田舎町でしたけど、はい、まあ、今はね、もうそれこそレイクタウンとか、はい、それからアウトレットとかね、できちゃって、はい、家帰ると迷子になっちゃうぐらい、ね、はい、一番大きかったのが中学校で恩師で豊田先生っていうのがいて、はい、この方は総実の出身で、はい、大家さんとかと一緒ぐらいの時だったんですよ、はい、でその方が日体大を出られて実家が埼玉だからってんで帰ってきたんです、はい、でこの人が来てからですね、がぜん強くなっちゃって、はい、それまでも県大会も出れないようなチームだったのが、はい、いきなりだから僕たちが入った年からその先生が来て、ええ、もう、ね、朝から晩まで、はい、野球漬けで、ええ、もうそういうん でそれで埼玉県でいきなり準優勝です。はあ、その監督から学んだのはね、やっぱあれがね、基本にありますね、今のその自律神経とか何でもね、はい、その埼玉県の決勝に行く前の軍大会、班大会っていうのがあるんですよ、はい、そこを勝ち抜かないと県大会いけないんで、はいはい、でもそこと0対0で行ってて、最終回にランナー1、いわゆるノーアウトで3塁打を、まあ、僕の前のやつが打って3塁になったんです、はいはい、で僕の番に回ってきて、そこで初めてですね、もうね、こっちはね、ヒット打とうなんて気ないんですよ、はい、フォアボールで出てごまかそうみたいなね感じでやってたんですよ、はい、でね、ずっとフォアボールって言ってもやっぱりいいピッチャーだからどんどんストライクが入ってくるんですよ、はいはい、
そうするとね、だんだんとあのファールが、最初は前飛んでたファールがバックネット裏へ飛ぶようになってきた。はあ、これがねタイミングが合ってきた感じなんですね。はい、でフォアボールを狙ったんだけど、また来たから振ったら、はい、センター前のヒットで、それでサヨナラ勝ちで、そこからあれよあれよという間に、あっという間に埼玉県の決勝まで行ったっていうね。はあ、であの時にね、初めてゾーンっていうのを感じましたね。ずっとねファールを打ってる間に、はい、ピッチャーともう僕しか見えないんですよ。はあ、だから打った瞬間の感覚ってのは今でも覚えてます。へえ、まだ、はあ、あのセンター前に行った瞬間に、はい、一塁にどういう感じで走っていったかっていうのを覚えてないし、もう本当にゾーンっていうのはこういうんだなって、それが自律神経を、まあ、なんていうんですか、研究しようというきっかけですね。はい、あのセンター前に行った瞬間に、はい、追い込む練習っていうんですかね、はい、そういうのっていうのは重要だなと思うのは、やっぱり本当に限界に来た時に、その野球でもそうだしラグビーでもそうなんですけど、限界に来た時に本当の意味でのいい形ができる、邪念が何にもない、もう本当の意味でのあのいいラグあの形ができるっていうのをね学びましたね。はあ、でそれがねやっぱゾーンなんだなっていうね。それは、うん、だから本当に何ていうんですか、千本ノックにしてもね、はあ、昔の人がやったことっていうのは、例えば非科学的だって言われることもあるんだけれども、はい、やっぱりね何かいいことがあったからやってたんだと思うんですよ。なるほどですね。はあ、だからそういうところではね、あのやっぱり先代のやってきたこととか、はい、そういうのっていうのは見習うところあると思いますよ。やっぱそのスポーツからあの今の研究のテーマのその自律神経とかそういうのは学んだっていうのはありますよね。はあ、もう今こうほとんどの試合、あの巨人もそうですしロッテもそうですし、うん、ほとんど全試合見てたようなね、今年1年ありますけど、はい、もう大体読めますよね。はあ、あのこれはもう次はストライク入んないなとか、なるほど、もうこれはもうダメだなってのはほとんど当たりますよね。実体験と研究でですね。研究ですね。はあ、うん、だからやっぱり今年の野球見た時に、はい、いかに抑えの子がね、あの重要かっていうよりも中継ぎ、はい、ここがやっぱりゲームを作んないと、やっぱどこのチームもね、ダメだったんじゃないですか。そうですね。やっぱり阪神とか、そのオリックスが強かったのって多分そこだと思うんですよね。中継ぎ良かったっすね。だからそこで流れができちゃうと、うん、やっぱその流れっていうのも学んだのはスポーツからですね。うん、今回のあのロッテの大逆転劇ですよね。あの時の藤岡君なんてのはもう完全にゾーンに入ってたパターンじゃないですか。もうやっぱそういう感じだったと思いますよ。実はね、皆さん、あの小林先生が携わってるチームはロッテなんか前、もう結構前ですよ、ね、前からですね。井口監督の時に小林先生と契約したっていう、ね、あロッテ強くなんなと思ったら強くなったっすもんね。まあ僕のはね大したあれじゃないんですけどね、ゲームってやっぱ生き物なんで、はい、藤岡君のああいうスリーランとかね、はい、ああいうのもやっぱり一発勝負だとああいうことって起きちゃいますよね。あれ普通のシーズン中だったら多分3対0でそのままもうお互いに行っちゃうパターンだと思うんですよ。でも一発勝負ってのは本当わかんないですよね。だから甲子園なんていろんなドラマ出るっていうのはあれやっぱり一発勝負だからやっぱああいうのが出るんで、やっぱ一発勝負の時って本当にそのああいうゾーンに入るとかいろんなことが起きやすい環境ではあると思いますよね。全員がね、お客さんもそうだし、もう見てる人全員がやっぱりそういう自律神経的にはそういう流れに乗りやすい環境であることは間違いないと思うんですよね。流れイコール自律神経って先生よくおっしゃってましたもんね。だから流れに乗れるか乗れないかっていうのはやっぱすごく重要で、また悪い流れに乗った時に降りれるかどうかって重要だと思いますよ。降りれる、なかなか降りれないんですよね、悪い流れになった時にね。ああ確かに。だからそういうんで、だから野球で言うとね、僕なんか思ってるのはやっぱりね、流れを乱すっていうか悪い流れに乗るのは一番典型的なのはフォアボールですよ。